恵美子です。今日はホークスゲームはありません。今朝9時45分の飛行機で北海道へと向かいました。現在今ちょうどですね、釧路で軽く練習を終えたところということです。明日からは釧路市民球場で阪急戦なんですが、涼しいところで心機一転頑張ってきてほしいですね。ところで昨日の西武戦で4回裏に清原選手と本塁で衝突した際に負傷して途中退場しました。ちょっと心配なドカベン香川選手なんですが、左膝打撲、左太もも挫傷ということなんですけれども、いずれも運よく軽傷だったそうです。よかったですね。今日からの釧路遠征にも大きなお腹をゆすって明るく同行したというニュース。夏ならではの風情を求めて高野山をぜひお尋ねください。南海電鉄と南海電鉄グループがお送りしたゴーゴーホークスを終わります。